広瀬すず山崎健人との早期結婚説も、まだまだ稼ぐ。一人勝ち、バスケ仕事独占状態と、アネアリスは、現在開催中のバスケットボール男子 W 杯。8月31日夜8時10分からは、ラウンドグループの日本代表対ベネズエラ代表の試合が行われる。一時リーグ、八月十五日の対ドイツ代表戦。 8月29日の対日本代表だが、8月27日の対フィンランド代表戦では、98対88で逆転勝利を収めた。ヨーロッパの五輪ら勝ったことがない日本代表にとっては、まさに奇跡の勝利となった。この試合はテレビ朝日で中継されたのだが、 そこにスペシャルブースターとして出演していたのが、大興奮の応援で日本代表の背中を押し、見事勝利の女神となった鈴田が、この日の勝利で今後のキャリアも、バスケットボールは世界で4.5億人がプレイする人気スポーツ。サッカーに比べると国際大会はそこまで盛り上がっていませんが、可能性を秘めています。近年では、 世界最高峰の NBA で八村塁25、渡辺優太、28、という日本人選手もプレーしており、にもかかわらず、日本の芸能界でバスケキャラの女性タレントは少ない。現状では鈴さんの独占状態です。もし、今回の W 杯でバスケへの注目度もしぼんでしまったかもしれません。しかし、 フィンランドから大金星を挙げたことで、バスケ日本代表の未来が今後の五輪や W 杯も、地上波で中継すれば盛り上げるでしょうし、そうなったら再び鈴さんがブースターとして起用されるのは確実。スポーツは長く続けられるので、タレントとしても良い話です。鈴さんが今回勝利の女神となったことで、今後のバスケ仕事は一人勝ち状態になったと言えるでしょう。スポーツ指揮者。